はーい、すなちゃんです。というわけで今日はなんと、アメージング・グレースの メイキング映像を公開します。やったぜ、よっしゃ、来たし、それじゃあ、すなちゃんっていうのさ、すなちゃん最近さ、こうさ、スタッフさんさ、テロップつけるの大変だからさ、悪いかなと思ってやってなかったんだけど、今日はなんと、アメージング・コーヒーじゃなくて、アメージング・ワールドじゃなくて、アメージング・グレースのメイキングを公開します。よっしゃ、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 よというわけで、今日はアメージング・グレースの、ミュージックビデオを撮影した時の裏側を皆さんにお届けしちゃいたいと思います。厳粛なるこのムードの中で、スナちゃんが、心を込めて、立ってるからさ、これ絶対見てみて、すごい感動的な空間だからさ。というわけで早速ですが、アメージング・グレースのミュージックビデオのミーティングを皆さんにお届けしたいと思います。行ってみよう！ちなみにですか、今日の気もするんだけど。ドルチェ&ガッバーナのサングラスをするよ撮るだよそうです、すいません。映像見てみて、じゃあ決めて、うん、笑ってるね、雰囲気。お願いします。ステージだとちょっと緊張感ある。そうだから、ステージに立ってないから俺もう1年以上経ってない。そうっすね。お願いします。かっこいいです。めっちゃいい感じです。グワッとします。感動的ですね。去年の11月にグループを卒業して、石井さんと一緒にですね、風という楽曲を、制作させていただいて、ソロ一発目ということで、温かい雰囲気をですね、この新型コロナに苦しむ中皆さんに届けられたかなと思うんですけど、去年から進んでたプロジェクトでもあったので、今年に入って本当にテーマ曲を制作しながら、活動している中でのお話だったので、自分にとってはすごく
今年のテーマともリンクしますし、まあ、こういうタイミングじゃないとですね、なかなかこう歌う機会もない壮大な、偉大な曲なので、いいきっかけいただいて、今日こうしてビデオまで来て改めてこの曲歌ってよかったなって今日思ってます。はい、まあそれぞれの聴き方がきっとあると思いますけど、僕は歌ってて別にすぐ死ぬわけじゃないんですけど、なんか人生の最後を感じたというか、人生の最後を想像することって決して悪いことじゃないというか、縁起悪いっていう人もいるかもしれないですけど、そういった思いを常に持ちながら生きることで今を大切にできたり、今を楽しむ気持ちになれたりすると思うので、決して悪い意味じゃなく、なんかそういう聞き方もあるかなと思いました。僕は特にそう感じました。はい、全く違く感じますね。やっぱりこれからは自分のソロ活動が真ん中の軸になるので、そういう意味ではすごくこう、なんていうんですかね、今までに感じたことない、まあいい意味でのプレッシャーももちろんありますし、なんか責任感みたいなのはすごく強く感じるなって今日の撮影で思ってます。はい、本当に皆さんいろいろ苦しまれてる時代だと思いますので、まあ、少しでも癒されていただければ嬉しいですし、まあ、僕なんか特にこの曲レコーディングした後に結構朝晩寝る前とか起きた時にですね、ほんの 4,5 分の曲だと思うんですけど、まあ、目をつぶってこの曲聴いて感謝をして、その日一日過ごしたり、寝る前にその日を感謝して眠りについたりするように僕は聞いてますね。はい、
いいねボタン、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんのその気持ちが、子どもたちの未来につながります。